八大所公園は、北京の西にある、西山風景区の麓に位置している。住所は、北京市席、影山区八王所寺三号になる。ここには八つの古い寺院があることからこの名前が、付けられた。具体的には、長安寺、霊光寺、宮間安、大肥寺、竜王堂、公海寺、宝守堂、昇華寺になる。国のクアート永久景区であり、北京で初となる。 北京市重点文物保護単位となった。歴史は古く、中国国内では非常に有名でお寺への参拝しながら登山をする人々が多く訪れる。八大ところ公園の歴史は随末期から当初期の頃と言われており、歴代の王朝によって修繕が行われてきた。特に、長安寺、霊光寺、大肥寺、公開寺、昇華寺は、 皇帝の命により建てられた。霊光寺には、おくるみのシャルが祀られている。このことで、海外からも参拝者が増えた。近年は、霊光寺にある、般若原ャハラミ行の書かれた壁が修復された。また、五百荒館も有名である。2000年には、秋ヨに壁に作られた石穀が発見され、話題となった。八大所公園は八つの古札があることで、有名ではあるものの、 北京市街地から近く、自然が豊かなことから気軽に来る人々が多い。長安寺の白松の木や大肘の銀杏などは樹齢600年を超えており、歴史を感じる。21世紀に入ってからは、中国遠林茶文化説が行われており、2014年以降は、春節の時期になるとお祭りが行われ、賑わいを見せている。首、西山八代寛方、毛丹。 www.badachu.com CN 2020年11月10日閲覧。八代5360百科 BAIKE.so.com 2020年11月10日閲覧。ありがとうございます。